ラジオシティ築地、築地マンダラ。築地の街を練り歩いて、街の魅力を再発見する築地まちまち探検隊。さて今回ご紹介するのは、クジラのことならお任せください、クジラの富水さんです。それでは早速行ってみましょう。はい、築地まちまち探検隊隊長の南谷麻子です。2014年寒いです。じゃあこれからまた築地の町探検してきます。はい、クジラの富水さんにお伺いしてます。あの松本社長、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今外では、はい、あの串カツとかね、クジラのカツとかいろいろ売っているんですが、はい、ここの中にこんな素敵ななんか空間が待っていようとは、すごい素敵なお店ですね。 ありがとうございます、はい、ここあのクジラのお料理何でも食べられるっていうことで。はい、そうですね、はい、あの富水さんというね、はい、お店の名前の由来をまずあの聞かせていただけます？はい、あのちょっと恥ずかしいんですけども、はい、美しく粋に登りましょうということで、はい、富水と名付けました。それで命名、命名は松本社長が、あの実はあの仲卸のオーナーがですね、はい、命名しまして、はいはい、仲卸のアンテナショップとしてこちらを営業しておりますので、はい、同じような名前でやれよということで、はい、その名前でやっております。そうですか。じゃあなんかこのお店のおすすめメニューみたいなのを教えていただけると、はい、そうですね、うん、あのやはりクジラカツ、それとやっぱりクジラのお刺身、お刺身、はいはい、ですかね、はい、クジラ あのお刺身っていうのはやっぱりなんかちょっとコクがある感じなんですかね、はい、あのとにかく柔らかくてですね、うん、非常に食べやすくなっています。ああそう、はい、あのどんな季節でも、はい、あるんでしょうか。はい、あのうちはですね仲卸直営でございますので、はい、一年中取り扱っております。へー、はい、そっか、いいな。ここにいろいろ ね、 あの場所もあるんですね。ウネとかさえずりとか、はい、いろいろ書いてありますけれども、はい、いろんな箇所が食べられるんですね。そうですね。あとなんかステーキっていう言葉も見つけたんですけれども、はい、これはどんな、はい、あの赤身の部分をですね、はい、あのサイコロ状にカットしたものを、はい、あの本当にレアで焼き上げて、はい、お召し上がりいただけます。へー、なんかクジラなんかすごく食べて、まあ私はあのよく食べるんですけれども、すごい美味しいっていうのを知ってるんですけど、いろんな人にそれをねあの教えてあげたいなと思いますよね。ありがとうございます、はい、それとすごく気になったのがそこに並んでいる、はい、なんかアイス、はい、まあ、今この寒いのにと思いでしょうが、これがまた寒い中でもいけますよね。はい、あのおかげさまで大好評でして、はい、特にクジラアイスとシラスのアイスは、はい、あのものすごい勢いで皆様からあのご好評いただいております。クジラアイスっていうのはどんなものになってるんですか。はい、あのクジラのですね、はい、赤身から抽出したアミノ酸のバレニンっていう成分があるんですけども、はい、それとですね、あのごまをですね、はい、混ぜたクジラパウダーがかかっています。はい、あのバニラのアイスに、はい、そうか、ちょっと美味しいですね、美味しそうですね、はい、あのクジラって黒と白じゃないですか、はい、だからね黒と白にするためにごまにしたんですね。はは、そのアイディア松本社長自ら、まあ、あのみんなで考えて、はい、そうですか、あのみんなでっていうことで、あの松本社長はあのこのやっぱり築地のね、はい、場外市場を盛り上げるために、はい、いろいろこう活動されてると思いますけれども、はいはい、あのこの築地にこうお店を出されて、どんなね普段心情でお店をやってらっしゃるか聞かせていただけたら。はい、あのとにかくですね、築地に来ていただいたお客様に喜んでいただきたいと思っております。あの我々はクジラというコンテンツでですね、はい、あの築地に来てよかったなと思えるようなお店作り、うん、あと商品、はい、あの我々のおもてなしですね、はいはい、そういう気持ちで頑張っております。あ、そうですか。あのこのお店のね、この内装一つ一つにもすごくこだわりを感じるんですけど、ありがとうございます。あんどんとかね、はい、もうそういうなんかそこら辺にあの松本社長のおもてなしの気持ちが
こもってるんでしょうか。はい、まあ、作りはですね、はい、まあ、イカ釣り漁船をイメージしたりとか、はい、昔ながらのイメージで作りました、はい、なので、まあ、おもてなしというよりかはですね、はい、本当にとにかく皆さんに楽しんでいただきたい、はい、築地はねエンターテインメントだと我々は思っておりますのでね、うん、そこをね感じていただけたらいいなと思ってやっています、はい。そうですか。じゃあこの FM を聞いているリスナーの皆さんにメッセージ一言いただけたら嬉しいです。 ありがとうございます。ぜひですね築地に来ていただきましたら当店にねお気軽にお立ち寄りいただけたらと思います。とにかく柔らかくて美味しいクジラをね提供することを心がけて我々頑張っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。朝子さんありがとうございました。クジラの富水さん、お店は築地西通り中ほどにあります。車でお越しの際は築地川第一駐車場のご利用が便利です。晴海通りの築地六丁目交差点より曲がり波除稲荷神社前を右折150メートルほど行ったところの左側に駐車場入り口があります。なお駐車場前の波除通りは一方通行ですのでご注意ください。お店についての最新情報は築地場外市場公式ホームページをご利用ください。店舗情報のほか築地マップ、市場開催日のカレンダーなど築地情報満載のホームページです。食べ物に関するものなら何でも揃う築地。皆さん遊びに来てくださいね。ラジオシティ築地、築地マンダラ。お相手は井上明子でした。